チンスケは中華民国の外交官、政治家。字は諸碁。祖籍は湖南省庁佐府省合憲。1902年、公衆府中学堂を卒業し、同年9月に日本へ留学した。日本では公文学院で学び、1904年に卒業すると一時は同校で日本語の助教となっている。同年中に帰国し、明徳高等小学主任となった。 翌年夏、再び来日し、東京帝国大学法学部に入学している。1908年、ドイツに向かい、ベルリン大学で学んだ。卒業後は、欧州各国を歴訪している。1912年に帰国し、北京政府交渉を部主事として登用され、同年5月、同部商務士市長に昇進した。また、憲法研究委員会委員。 関税改良委員会委員も兼任している。1914年1月、交渉部と農林部の合併により、農商部が成立すると、同部交渉士市長に転じた。この他に、財政討論会委員等を兼任し、また、私立明徳大学、国立北京大学、公立北京法制専門学校などで教授、講師として、法律学を教授している。 ち助別影べつか1916年、ち助は国務院参議に転じる。翌年、農商部秘書兼財政部参事となり、まもなく国務院軍機討論書書院に任ぜられた。1918年8月、安福国会で参議院議員となり、さらにドイツとの断交が決定されると、天津、観光の旧ドイツ疎開改修事務に携わっている。1920年12月、 交換関監督に任命され、翌月には外交部徳箱北交渉員を兼任した。1924年2月、全国推理局副総裁に移ったが、同年9月に辞任し、以後政界からしばらく離れることになる。1928年9月以降、陳介は実業界に活動の場を移し、調査名徳中学、東後と上海中華企業銀行経理、 上海縁業銀行経理、上海市商会執行委員、上海市銀行同業会執行委員などを務めた。1935年12月、国民政府により外交部常務、次長兼総務市長に起用されて、政界復帰を果たす。1938年6月、中ドイツ特命全権大使に任命された。1943年7月、中ブラジル大使に任ぜられ、 翌年7月には、メキシコ大使に転じている。1945年8月、中アルゼンチン大使となった。1951年8月15日、ブエノスアイレスにて病没。去年67、ありがとうございます。